私ラビットのお休み。ペッパとジョージ、スージーがレベッカのお家でお泊まり会をしました。朝ごはんに人参食べるの楽しいね、マミーラビット。うちはいつも朝ごはんは人参なのよ。一日中食べていたいとこだけど、仕事の時間だ。行ってきます。行ってらっしゃい。マミーラビットはお仕事しないの？お仕事してるわよ。リチャードたちの世話をしてるのは誰？マミーがしてくれるお手伝いもお願いね。おもちゃを片付けて。誰かつまずきそうで危ないから。姉が来たわ。おはよう。おはよう、ミスラビット。おばちゃん、ゆっくりできないの。スーパーのレジとアイスクリームのお店とバスの運転手。それじゃまたね。行ってきます。じゃあね、行ってらっしゃい。うわっと、うわっ。ミスラビットがおもちゃにつまずいて転びました。あー、足首が。こうやって仕事に行くわ。ダメよ、今日はここで休んだら。でも仕事がたくさんあるのよ。私が代わりに行くから。レベッカラビットのお家です。どちら様ですか？マミーラビットよ。誰か助けて。ミスラビットのアイスクリームショップ。ミスラビットが怪我したの。今日はダディがアイスクリームを売って。ほほー、アイスクリームなら任せとけ。グランダッドドッグの修理サービスです。ミスラビットが怪我したの。代わりにバスを運転してくれる？ああ、任せとけ。グランダッドドッグの修理サービスです。ねえ、車が壊れちゃったの。今すぐ行くよ。バスの運転の仕事も、アイスクリームを売る仕事も、スーパーのレジの仕事も大変です。具合はどうだい、ミスラビット？あなたの仕事って大変ね。子供たちのお世話って大変ね明日からは仕事に戻るんでしょ？え、あなたはマミーに戻るのね。え？フレディ・フォックス。ペッパたちはウサギのレベッカの家に遊びに来ています。みんなでかくれんぼしようよ。ねえ、私たち隠れるからペッパが見つけて。いいよ。1、2、3。ペッパが10数え終わるまでにどこかに隠れなくてはなりません。ダニーとキャンディーは小さな木の後ろへ。ゾーイ、ペドロ、レベッカはフェンスの後ろに隠れます。スージーとエミリーは茂みに隠れました。9、10。よし、みんな見つけちゃうからね。ここにいるんでしょ。あれいない。ペッパは一人も見つけられません。ああ、こんなの見つかるわけないよ。キツネのフレディが遊びに来ました。こんにちは、フレディ。こんにちは、ペッパ。何やってるの？かくれんぼしてるんだよ。だけど誰も見つからないの。僕が代わりに探してあげようか。やってもいいけど絶対見つからないよ。よし、見てて。見つけた。あ、こんにちは、フレディ。はは、見つけた。あ、バー。あ、フレディが一人残らず見つけました。ねえ、どうやって探したの？僕、匂い嗅ぐのが得意なの。匂いを嗅ぐのが関係あるの？スージーの匂いがするところを探して見つけたんだよ。みんないらっしゃい。キャロットスープができたわよ。みんなでマミーラビットのキャロットスープを食べます。このスープおいしいね。誰か来たみたい。ミスターフォックスがフレディを迎えに来ました。ごちそうの匂いがする。あら、ミスターフォックス、こんにちは。どうも、マミーラビット。パパ、あのね、今キャロットスープを食べ終わったところなんだ。おお、そうか。デザートはなんだかわかる？いい匂いだ。これはストロベリーゼリーだね。大当たり。ミスターフォックスは匂いを嗅ぐのが大好き。みんな匂いを嗅ぐのが大好きです。口笛。気持ちよく晴れた朝です。ダディピッグが新聞を読んでいます。ダディ、何してるの？新聞を読んでるんだよ。
お口から変な音出してるでしょ。これは口笛だよ。へえ。口笛は楽しいぞ。ペッパもやってごらん。どうすればいいの？簡単だよ。唇を丸くして吹くだけ。口を小さい尾の形にして。こんなの絶対無理。何でもできるようになるには時間がかかるんだよ。子供部屋ではジョージがおもちゃのロケットで遊んでいます。ジョージ、私口笛の練習してるの。やってみて。お口を小さい尾の形にして吹くの。ジョージは口笛が吹けました。もう、はあ、どうしたのペッパ。みんな口笛吹けるのに私だけ吹けないんだもん。元気出して。今クッキー作ってるのよ。スプーン舐める？スプーンはいいよマミ。それよりスージーに電話してもいい？ええ、いいわよ。ねえ、あらマミピッグ。どうもミセスシープ、スージーに代わってもらえる？こんにちはスージー。ねえ。こんにちはペッパ。何してるの？口笛の練習してるの。でもまだ吹けないんだ。大変そうだね。口を丸くして息を吹くの。こんな風に？口笛吹けたのかい？全然ダメだよダディ。きっと私一生口笛吹けないんだ。少し休んだらペッパー。ほらクッキー食べて。暑いからフーフーしてね。うわ、今の何？おお、今の音は口笛じゃないのか？上手に吹けてるじゃない。ペッパもできるようになりました。口笛吹ける。ドクターハムスターのカメ。今日はプレイグループの日。皆さん、今日はドクターハムスターがお話をしに来てくれましたよ。皆さんこんにちは。こんにちはドクターハムスター。ドクターハムスターは獣医さんです。獣医ってどんなお仕事か知ってる？ねえ。病気のペットを治してくれるお医者さん。その通り。今日は私のペットを連れてきました。この子はインコのビンキー。こんにちはビンキー。ごめんなさい、僕寝坊しちゃった。まあペドロは眠るのが好きなのね。はい、そうなんです。この子も眠るのが大好きなのよ。カメさんだ。カメのティドルズよ。よろしくね。こんにちはティドルズ。ティドルズは冬中ずっと眠り続けるの。他にも皆さんに見せたい子がいるの。ダイナソー。もうジョージったら何でもダイナソーって言うんだから。あれ、本当にダイナソーだ。ダイナソーじゃないのよ。この子はルル、トカゲなの。こんにちはルル。ルルってドラゴンみたいね。口から火を吹くの？いいえ。ティドルズは？ティドルズ？おやおや、カメのティドルズが逃げ出してしまいました。大丈夫よドクターハムスター、すぐに見つかるわ。ティドルズの匂いがする。こっちだよ。キツネのフレディは匂いを嗅ぐのが得意です。ティドルズ見つけた。ティドルズは木の上にいました。助けを呼ばないと。緊急事態、緊急事態、カメが木に登りました。みんな下がって。ティドルズ、さあおいで。やだ。ありがとうミスラビット。自分の仕事をしただけよ。私の仕事はペットたちのお世話。ビンキーとルルはどうしたの？あら、どこかしら。はいはい、この通り。いい子にしてますよ。お日様と海と雪。ペッパとジョージは寝る時間です。明日はいよいよバス旅行だ。海で遊ぶの楽しみだな。私砂のお城作るんだ。天気予報、明日は晴れるって言ってたぞ。おやすみペッパ。おやすみジョージ。おや、雪が降り始めました。朝です。やったー、お日様が出てる。
雪だ。夜のうちに雪が積もっていました。ねえねえ、雪でも海に行くんだよね。さあ、どれぐらい積もってるか見てみよう。あれ、ダディどこ行ったの？うわ、雪だるまが歩いてる。寒いよ。雪だるまが喋りながら歩いてる。なんだ、ダディだったのか。ミスラビットのバスがペッパたちの家にやってきました。まあびっくり、どうやって雪の中を走ってきたの？大きな雪かきをつけたのよ。雪かきで雪を避けて通れるようにしたのです。みんなこんにちは。こんにちは、ペッパ。ペッパのお友達も一緒に海へ向かいます。次は海辺に泊まります。わー、今日はみんなで海遊び、砂の城を作ろう。海で泳いだその後はアイスクリームを食べるんだ。はい、到着。海ですよ。海辺は雪で真っ白です。わー、海は冷たそうね。さあ行くわよ。ほら、いらっしゃい。みんなで雪のお城を作ろう。まずはバケツに雪を詰めて、バケツをひっくり返したらポンポンする。持ち上げるとほら、雪のお城ができた。雪のお城だ。私海って大好き。僕は雪大好き。私、海も雪もどっちも大好き。グランパのコンピューター。グランパピック、グランパエッグ。それはなんだ、格好時計か？そう、泣くんだよ。カクカク。でも壊れちゃったの。ねえ、グランパ、これ直してくれる？グランパの小屋に持っていこう。確かこの辺に時計の本があったはず。ああ、あったぞ。これだ、時計の仕組み。グランパピックが格好時計を直しました。やったー。マミーがペッパたちを迎えに来ました。マミー、グランパが格好時計を直してくれたよ。よかったわね。それはなんだ？私のコンピューターよ。いや、それは直せないぞ。壊れてないの。新しいのに買い替えたから古いのをあげるわね。まあ、コンピューターいらないわよ。これで文字が打てるのよ。で、一番楽しいのはこれ、ハッピーミセスチキン。このボタンを押すと卵を産むの。私うまいんだ。ジョージの方がすごいの。これ楽しいわね。じゃあこのコンピューターはもらっておこうか、グランマピック。じゃあね。バイバイ。もしもし、ペッパピックですけど。ああ、ペッパ、コンピューターのことでちょっと教えてもらいたいんだがね。グランパだよ。コンピューター壊しちゃったみたい。これじゃあハッピーミセスチキンが卵を産めない。壊れました。取りに行くから待ってて。グランマ、コンピューター取りに来たよ。あら、グランパが小屋に持って行ったわよ。できた。これでよしと。バッチリ治りました。わーい。やっぱりグランパは壊れたものを直す天才だね。おしゃべりペッパ。今日はとってもいいお天気。羊のスージーが遊びに来ました。こんにちは、スージー。こんにちは、ペッパ。ペッパとスージーは一番の仲良しです。面白いことがあったの。昨日ね、私アヒルの池に行ってアヒルさんを見たんだよ。そう、昨日ね。それからマミーとスーパーマーケットに行ってお買い物したの。パンと人参と。それからどうしたの？ペッパ、喋りすぎ。ペチャクチャペチャクチャ、おしゃべりが止まらないもんね。そんなことない。おしゃべりなんて簡単にやめられるよ。できないくせに。わかったよ、もう私絶対喋らないから。
こんにちは、スージー。こんにちは、ペッパ。ねえ。こんにちは、ゾーイ。どうして何も喋らないの、ペッパ。みんな、こんにちは。こんにちは、ダニー。こんにちは、ダニー。ペッパ、どうかしちゃったの？みんな、こんにちは。こんにちは、ペドロ。ペッパ、どうかしちゃったの？ペッパは、もう絶対に喋らないの。どうして？ペッパは喋りすぎちゃうから。私喋りすぎたりしないもん。そういうスージーはいつもこんな風に歩いてる。ねえ、見て見て、私羊のスージーよ。スージーだっておしゃべりなんだよ。私は静かにできるもん。簡単にはいかないの。そんなに大変じゃないと思うよ。それならペドロもやってみて。みんなで一緒にやろうよ。マミーに見せに行こうよ。マミー、私たち静かにするんだよ。すっごく静かに。ただいま、帰ったよ。おう、誰もいないのかと思ったよ。今みんなで静かにする遊びをしてるのよ。話すのはいいことだし、ペッパは話すのが得意なんだと思うな。そうだよね。私は喋るのが得意なんだ。ねえ。私も喋るのが得意なんだ。スージーは違うでしょ。私がおしゃべりなんだから。私の方がもっとおしゃべりだもん。二人ともよく似てるな。そう、似てるの。だから一番の仲良しなの。ミスターフォックスの車。よく晴れて気持ちのいい日です。ペッパは友達と遊んでいます。キツネのフレディだ。みんな、こんにちは。こんにちは、フレディ。じゃあ、これから大きな丘へ行こう。はーい。誰のベルが一番良くなる？僕のについてない。ああ、でもきっとうちのパパの車にあると思う。一つより三つの方がいいでしょう。パパ、僕自転車のベルが欲しいんだけど。いくつ欲しいんだ、フレディ？一つだけでいいよ。ベルは二つ入りなんだよ。フレディの自転車にベルが二つつきました。うわー、すごい。ありがとう、パパ。パパがベルを二つくれたんだ。うわー。パパの車には他に何が入ってるの？なんだって入ってるんだよ。みんなで自転車のレースしようよ。それで勝ったらキラキラの優勝カップがもらえるの。でも優勝カップがないよ。そうだね。どこかにカップはないかな。一家に一台セメントミキサーがあるととっても便利。パパ、キラキラの優勝カップってある？自転車のレースで使うの。その自転車レースは重要なのか？うん、とっても重要なんだ。これでいいかな。うわ、ありがとう、パパ。優勝カップだよ。プラスチックの金でできてるんだって。わあ。じゃあペッパのお家まで競争ね。レディーステディーゴー。こっちのボタンを押すと音楽が聞けちゃいます。パパたちは全員同時にゴール。みんな優勝だな。でも優勝カップは一つなの。ほら、ちゃんとみんなの分の優勝カップがあるよ。やったー。紙飛行機。ダディピックが会社へ行く準備をしています。よし、これで書類は全部入れたぞ。じゃあね。バイバイ、ダディ。何か作って遊ぼう。じゃあ飛行機を作りましょう。ジョージは飛行機が大好きです。本当に空を飛ぶ飛行機を作りたいな。それなら紙があれば作れるわよ。紙を一度真ん中で折って広げたら両方の角を三角に折って、それをもう一度内側に折り込む。そして両側をこんな風に折ると、紙飛行機の出来上がり。それじゃあ飛ばしてみましょう。レディーステディーゴー。うー。
マミーピックの紙飛行機は木のところまで飛んでいきました。もっと大きな飛行機を作ろうよ。だったらうんと大きな紙がいるわね。大きくて青い紙見つけた。ペッパとジョージは大きな青い紙飛行機を作りました。ダリーピックだ。みんなただいま。仕事じゃなかったの？そうなんだけど、大事な書類を持っていくのを忘れちゃったんだ。ダディ、紙飛行機作ったんだよ。ほらこれ、すっごく大きいの。うわー、すごいじゃないか。これは力持ちのダディの出番だな。レディー、ステディー、ゴー。大きな青い紙飛行機は高く舞い上がってどこまでも飛んでいきます。バイバイ飛行機さん。バイバイ。さて、ダディは大事な仕事の書類を探さないとな。やあダディピッグ、書類はもう見つかったかい？何枚かは見つかった。今すぐ欲しいのは大きな青い図面だけだから。それが困ったことになって。ああ来たぞ、私のデスクの上に飛んできた。なるほど、いいアイデアだね。図面を紙飛行機にして会社に届けるとは。ああ、ええ、でしょ。僕は物を投げて飛ばすのが得意なもんで。ありがとう、ダディピッグ。エドモンドエレファントのお誕生日。郵便局のミスターゼブラがペッパの家に手紙を届けます。あら、これパーティーへの招待状よ。きっと私にだよ。読むわね。ジョージピッグへ、エドモンドエレファントより、パーティーに来てください。ジョージとペッパへって書いてないの？ないわ、ジョージだけ。ふん、いいよ。赤ちゃんたちのつまんないパーティーなんか行きたくないもん。はい。あら、ペッパ、あなたによ、エミリーエレファントから。もしもし。もしもし、ペッパ、私の弟のエドモンドのパーティーに来てくれない？うん、行きたい行きたい。ママにちっちゃい子のお世話をしてって言われてるんだ。お世話？いいよ、お世話する。ダニーとスージーも来てくれるって。そっか、わかった。みんながエドモンドのお祝いにやってきました。あら、お世話係さんね。こんにちは、ミセスエレファント。それじゃあパーティーを始めましょう。やったね、おっきなパンダ。エドモンドの勝ちです。ママ、小包を渡そう。終わったよ。まあ、そうなの。じゃあお食事にしましょう。わーい。おっと、お世話係が席を取ってしまいました。今日はエドモンドのお誕生日パーティーだから、お世話係は後で食べましょうね。あ、そうだね、お世話係だもん。お誕生日おめでとう、エドモンド。お誕生日おめでとう、エドモンド。楽しいパーティーが終わりました。今日はお手伝いありがとう。お世話係疲れたでしょう。ほんと、ちっちゃい子のお世話って大変だね。ふう、寝っ転がりたい気分。一日お休みしたい。フリフリガラガラバンバン。ペッパたちはプレイグループに来ています。はい、皆さん、今日は音楽のお勉強よ。楽器を使ってフリフリガラガラバンバンするの。わーい。それじゃあ音楽室から一つずつ楽器を選んでらっしゃい。僕はドラム。それはボンゴっていうのよ、ダニー。こうやって両手で叩くのよ。私は平たいボンゴにした。それはバウロンっていうの、アイルランドの楽器よ。こうしてスティックで叩いてね。僕はタンバリンだよ。上手ね、ペドロ。タンバリンは振ってもいいのよ、こうやって。私は大きなドラム。あら、大きなバスドラムね。あ、キャンディ、それはギロっていうの。皆さん、自分の楽器の音が分かりましたね。一緒に演奏してみましょう。レディー、ステディーゴー。ストップ、ストップ、ストップ。
これじゃ音楽じゃなくただのうるさい音よ。みんなでバンバンバンって。音楽を作るにはお互いの音をちゃんと聞いてタイミングを合わせないと。にゃお。パパやママがお迎えに来ました。あら、ちょうどよかった。今からこのフリフリガラガラバンバンオーケストラが演奏します。わーい。いきますよ。レディーステディーゴー。ブラーボー。私の昔の生徒たちも一緒にやりたくなったみたいね。ダディ、ドラムは難しいけどこうやればいいんだよ。よし、ちょっと試しにやってみよう。ダディすごい、ドラム叩けるの？素敵なフリフリガラガラバンバンね。さあ、みんな一緒に。フリフリガラガラバンバンだね。体育のクラス。ペッパたちは体育館にやってきました。今日の体育の先生はグランピーラビットです。よー来たな。みんな運動する準備はできてるかい？はい、グランピーラビット。あ、私たちもそれをやるの？これはスポーツマンじゃないと無理。わしのようなね、君たち探検家にはできないよ。私たち探検家じゃない。じゃあこれから探検家にしてあげよう。でも君はまるでスーパーヒーローみたいだな。真似してるだけです。真似をするのはいいことだぞ。ではまずは準備体操から。さあみんな、その場で駆け足。腕をパタパタして、ゼリーみたいに揺れる。はい、休め。準備運動はおしまい。いよいよスタートだ。スタートって何を？みんなの冒険だよ。今みんながいるこの場所は体育館じゃない、ジャングルなんだ。ジャングルっぽくないけど。想像するんだよ。たくさんの木に雨、下には流れの速い川がある。最初の冒険は丸太を渡り、こうやって川を渡るんだ。川の上の丸太のつもりで渡ります。やったー。いいぞ、ちっちゃな探検家たち。次は何、グランピーラビット？次の冒険はワニの沼を飛び越えること。ワニがうようよしている。下にワニの沼があるつもりで飛び越えました。よし、いいぞ。やった。はいはい、皆さん体育のクラスは楽しかった？はい、マダムガゼル。これでもうみんな立派な探検家だ。みんなで川を渡ったの。ワニの沼も飛び越えたんだ。私、グランピーラビットの体育のクラス大好き。ダディピッケルはチャンピオン。ペッパは家族と一緒にテレビでスポーツを見ています。出ました、世界新記録です。やったー。マミー、世界新記録って何？世界で一番上手って意味よ。世界一のチャンピオンは本に名前が載るんだよ。ダディもこの本に載ってたらいいのに。ダディも載ってるんだぞ。嘘だ。ダディピッグは水たまり大ジャンプのチャンピオンなの。うわぁ。誰もダディには勝てなかった。これからもずっとそうだね。さあ次の競技は水たまり大ジャンプです。出ました、世界新記録です。おダディ、ダディはもうチャンピオンじゃなくなっちゃったの？みんながっかりしちゃうね。みんなにとっては大事なことじゃない。がっかりしないよ。ダディピッグ、記録を破られちゃったのね。もう一度チャンピオンになってほしいの。本当に？もちろん。わかった、じゃあやってみるよ。明日やった。水たまりジャンプ大会の日です。ダディが水たまりジャンプ用のユニフォームを着ています。どうしよう、
金色のブーツがないんだよ。あれはグランパのガーデニング用にあげちゃったわよ。幸運の金色のブーツを。もしもし。グランパ、前に古いブーツをあげたの覚えてる？ああ、今水をやってたところだ。グランパピックはダディの幸運のブーツでトマトを育てていたのです。町中のみんながダディピックの水たまりジャンプを見に来ています。頑張ってね、ダディピック。あれ、幸運の金色のブーツがないんだね。ああ、さあブーツだ。ありがとう、グランパピック。いよいよダディピックの水たまり大ジャンプスタートです。大切なのは水たまりと一つになること。自分が水たまりになるのだ。なんと水たまりが消えました。水たまりがみんなのところに来ちゃったね。ダディピックは水たまりと一つになりました。みんなも水たまりと一つになりました。